そこには絆があった、そこには友があった。されど彼らが道は夢のごとくまどろみに散り、そこにはただ闇が残った。果たして絆は幻だったか、果たして友は霞だったか。瞳は閉じた。決別の少年、憎しみを追い、兄の影をつかむため、いく月いく年を超え成長を歩む。巣穴に潜みし僧帽は深淵の怒りが見えた。憎しみは復讐へ、怒りは新たな絶望へ、ウチハサスケの物語がここに始まる。終末の谷の戦いが終わり、友と決別したウチハサスケは、一族の仇であるウチハイタチを討つべく、その力を得るため、闇に救う者オロチマルのもとで3年の月日を過ごした。兄への憎しみを糧として強く、ただ強く成長したサスケ。巣穴より飛び立つ頃合いを見定めつつも、今はまだ闇に潜んでいた。しかし彼との再会の時は突如訪れる。かつての仲間である渦巻ナルトがサスケを求め巣穴へと侵入してきたのである。つながりを断ち切るまいとナルトは叫ぶも、もはやサスケの心は微動もなく、ただ目の前の敵を撃つためにその手は静かに刀へと伸びるのだった。俺とお前とのつながりはまだ切れてねえ。サスケ君、ナルト君たちと君の間にあるつながり、それを確かめさせてもらうよ。お前たちに興味はない、さっさと消えろ。
力、目的、そして根底の感情、どちらも今のサスケとナルトでは大きな差があった。二度ナルトを退けたサスケはついに巣穴より羽ばたきの時を迎える。目標はウチハイタチ。しかしその前に別れを告げるべき相手が別にあった。それはこれまでの修行の師であり、イタチ同様その行いに横島の見えるもの、オロチマル。オロチマル、あんたはここで消す。そろそろあなたの体をいただこうと思っていたところなのよ。俺より弱いあんたにそんなことができると思っている？戦闘開始。飛び立つ鷹の目にある。サスケの力はオロチマルのそれをはるかに凌駕した。劣勢のオロチマルは転生忍術を用い、サスケの体を奪おうと試みるも、逆に力を吸収され、そして闇に散った。ついに巣穴より羽ばたいたウチハサスケは、水月、カリン、十五という三人の仲間を入れ、蛇を名乗る。蛇の目的、それは無論ウチハイタチへの復讐であった。標的の居場所を探るため、サスケたちは移動を開始。その最中、突如デイダラとトビと名乗る二人組がサスケの前に立った。彼らはウチハイタチも属する暁の者。貴重な情報を持つ二人に対し、サスケは刀に手をかけ、今まさに血をかけんとしていた。この子がイタチさんの弟か。あ、はじめまして。こいつがオロチマルをね。血に恵まれただけの勘違い野郎が。お前たちにはイタチの情報を喋ってもらう。
戦闘開始。居場所を教えてもらおうか。熱と煙が大地に広がり、ようやく静けさが戻る。先人の地に残ったのは内葉佐助であった。その身は傷を負いながらも難敵を撃破した佐助はついにイタチの居場所を知ることになる。内葉のアジト、そこにイタチはいる。流行る気持ちを抑え、一歩一歩兄のもとへ向かうサスケ。一族の滅亡、兄の裏切り、復讐への渇望、さまざまな記憶と思いがサスケの胸中に渦巻く。そしてその時は訪れた。来たか、サスケ。あんたとの因縁、今日ここで終わらせる。大した気概だ。だがお前の目では何も捉えることはできない。お前の目は
何も見えていない。いや、俺の目にもはっきり見えているものがある。イタチ、あんたの死に様だ。戦闘開始。ついていない。拮抗する兄弟の激闘。互いの術と意志が交錯する戦いは次第にサスケが優勢に運び始める。しかしイタチは切り札スサノオを使い一気に形勢を逆転。圧倒的なイタチのチャクラを前にサスケは劣勢に陥るのだ。そろそろ決着をつけるぞ、サスケ。この状況、どうすれば。戦闘開始。
ぞ。戦闘開始。これは。